皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もピコピコメーカー EX ワイルドで遊んできます。さあ今回はトマトさんが作ってくださいました。ありがとうございます。お、なんでしょうこれ、砂場。あーなるほど、あこれジャンプで壊せるんですよね。おお面白い。あーなんか変な方向行っちゃった。おおあ、すごいですね。あ、入っちゃった、入った。要は倒されないってことですよね、これ。やれることはないから。あとは頑張ってクリアする。ちょっと待って。ちょっと待って。あー、入り方がいまいちわかんないですけど。あ、タイミング？なるほど。あ、すごいですね。で、落ちて、あ、ゴールと。あ、ありがとうございます。いや、なんか愉快なステージですね。じゃあ、この右から行きますか。いいですね。このぽよ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 っていうのがなんか面白いですよね。あー、うまく入るな。あの中に。これどうなってるんですか、一体。上のもあれですかね。上なんですか？上もジャンプ台ですかね。逆ジャンプ台？わ、難しい。このまず上にちゃんと乗れないからですね。止まらないですよね。あ、さっきうまく入れたのに。よし、来ましたね。よし、タイミングさえ分かれば。ジャンプは簡単ですけど、降りる方難しいですね。え？違うの？ゴール。こっちゴール違うの？ってことは左が正解で、あのゴールの右側は多分あれですか？その下の右側の方に落ちるってことですかね、逆に。まあ、あれも外れなんでしょう、きっと。あ、やっぱこの下に降りる方がタイミングが全く分かんないですね。ちょっと気になるか、あのワープまで行きたい。よし、入りましたね。いやーでもこういう姿勢どうやって考えられてるんですかね、不思議ですね。さあ、ナロ君どこでしょうと。さあ、行ってみましょう。あれ？こっち来ちゃった。あー、はまっちゃった。終了ですね。申し訳ない。では、こちらの動画ですね。リンクお貼りしてますので、説明文に。よかったら皆さんも遊んでみてください。他にもステージ作成ですね。こちらのワイドさんの方でぜひですね、お待ちしております。では、ご視聴ですね。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。